シン・ピーラシーはイタリア及び太陽国の彫刻家、タイの近代美術の父、イタリア人で本名はコンラード・フェローチ。シラパ高音大学にあるシン・ピーラシーの増進、ピーラシーは1892年9月15日にイタリアのフィレンツェ・サンジョバンニ地区で主典を営むアナーキストの父アルトゥーロ、母サンティーナとの間に誕生した。1908年に フィレンツェ美術学院に入学23歳の時に造形、絵画の分野で学位を取得し、さらに教育活動を続け、美術史、美術論、哲学教授資格を得る。特に造形美術と絵画についての造形が深かった。1923年に太陽国政府が出資したコンクールに入賞。それをきっかけにして彫刻家として太陽国に招かれ、 タイ王国区内省美術局で西洋彫刻について教えることになった。1933年、教授は政府に働きかけ、プラニート美術学校と名称変更を創設、絵画と造形美術の教育、研究を続けることになった。第二次世界大戦時中の1943年、イタリアが連合国に降伏すると、当時数軸国であったタイに在留する。 イタリア人は捕虜となることになった。そのため1944年、政府はコンラード・フェローチ教授に身の安全を図ることを要請し、ルワン・ウィチット・アタカーンが教授の名前をシン・ピーラシーと変え、国籍をイタリア国籍からタイ国籍に移した。政府は教授が日本軍の戦争捕虜となり、鉄道建設や カーンチャナブリーのクワイ川鉄橋の架橋作業に従事させられることを危惧したとされている。1943年、タイの首相であったプレーク・ピブーンソン・クラームによってシラパゴーン学校が格上げされ、シラパゴーン大学が開学すると、新ピーラシー教授も大学教育に従事することになった。 政府からも多くの仕事を受け、バンコク戦勝記念等の制作、監督や様々な記念碑の建設を行っている。1949年、その後毎年行われるようになる、全国美術展を組織する。1962年5月14日、バンコクのシリーラート病院で、大腸癌の除去手術中の心臓発作により69歳で死去。1992年、 生誕100年を記念して、タイで記念切手が作られ、9月15日は、新品らしいの日にされた。ありがとうございます。